プロ野球阪神タイガースとオリックスバファローズの優勝記念パレードが神戸市内で開かれ、多くのファンが駆けつけました。38年ぶりに日本一に輝いた阪神タイガースの優勝記念パレードは、午前11時に神戸三宮の東遊園地前で開かれたセレモニーから始まりました。阪神タイガースとしては初めて日本一の栄冠を勝ち取った初めての優勝パレードをみんなにね、お礼をしたいと思うんで、今日一日よろしくお願いします。監督と選手ら47人は3台のオープンバスに分かれて乗り込み、東遊園地前をスタート。メリケンパークまでのおよそ2キロの距離を40分かけゆっくり進みます。沿道を埋め尽くしたファンからの声援に、近本選手や大山選手、佐藤選手らが手を振って応えていました。マジこんな人を初めて見ました。すごいっすよ、すごい、マジですごい、鳥肌立つっす。初めてですね、なんか感動してます。本当にこれだけの人が集まってもらえたんで、本当に感謝してます。実行委員会によりますと、午前中の阪神のパレードにはおよそ26万人が駆けつけたということです。もう最高です。もう生きててよかったです。よかった。勝手に目があったと思って満足してます。え、もう100点満点です。100点満点です。もう120点ぐらい、もう、はい、夜勤明けに来てよかったです。あの時は確か大雨やったんで、辛かったですけど、今日は天気も良かったんで良かったです。20年ぶりのまた神戸のパレード嬉しいなと思って、それもテンション上がりました。午後2時からはオリックスの優勝記念パレードも行われ、三宮の街は再び熱気に包まれました。神戸三宮ではこの後午後7時半まで周辺の道路で交通規制が行われます。